どこで吹いてるの君。この間元気だね。あるよそこに。手ぬぐいかあの持ってきたそこね、そこに、あ、どこだっけ。それこそ自分の手切るだろう。あれなかったそこら辺に。もう中から。あ、おおおおおお。誰かがひねった。締めずにやってみましょう。締めずに。うわすげえ。あ、来ちゃったよ。あ、来ちゃった。来ちゃった。ここ来ちゃった。失礼。今しました。死ぬ気だね。この子元気だね。もう一匹持ってきます。ペーパータオルいっぱいください。ペーパータオルお願いします。ペーパータオル丸ごともらってください。そうです。つけないとだ。イタリアン魚が入るので、みんな靴で皮引いちゃってバンバンで煮込むの。ああ。あ、でもうまそう。プリプリだね。うん、身は美味しそう。ちょっと切りすぎちゃった。あとでこれ。皮一枚残してますね。血が出てるね。私はあの、なんか、もう一匹もらおうか。なんか江戸時代のあの、腹切りの時の。見て。もう一匹取って。あれもう行っちゃってるやつ行ったらどうなの。頭さばくの楽しみ。関西は腹開き。腹開きなの？腹なの？関西はね。背開きじゃないんだ。背開きはあの侍文化のところです。ああ、そうなんだ。腹立ってダメ。不吉ということで。だってカバ開きしにくいじゃんね。嫌がられた。関西は腹開き。なかなか。まな板が動くな。動く、うん、結構動くのたまないだ。今いい感じでいったけど終わっちゃった。あ、動くね。ちょっともうちょっと死んでいただくまでまな板が動くと。今いらないで。骨入って。今ほらまだ一匹さばいてない。やめてやめて。
ゆうちゃん、やめて、もうキュウリの人、ね、元気、元気だね。こっちより頭きついって、みんな締めて。ああ、生きてるの大変だよ。そいつはもうどうなった、うん、血出た出てます。じゃあ全部、全部閉めちゃうか。うん、仮にあの、もうちょっとあれ頭軽く切っといて、みんなあのそこで閉めちゃいましょうか、うん、出ないと。危ないんで。ねえ、なんかちゃんと、でもなんか冬さんち来るときに雨降るらしいなって言ってて。確かに。ね、あんまり雨で見えない。でも今日も晴れてるから、あんま雨で見えない。そんなの俺全然もう、なんかこんなのあれちゃんといただくんで、ちゃんと食べるんで。でもさ、疲れさせて記録くらいだけど。難しい。遊んでるいいけど。あのお茶ってこういう硬さ違うんです。ここになんか骨が歪んでたねこの人、うん、ポコンと飛び出てたね。あ、うん、ちょっと聞け聞け聞けですこれはカリカリに焼いてもらって、そうそう揚げるか一発がダメだね、これやっぱり締めていこう全部ね。バシャッ、これも焼いていこう。見てやるなお前、できるなお主バット、バット、バット、なんか入れ物を。うなぎは大丈夫だけど、肺に反応してるの。